3月9日、大竹市と岩国市を結ぶこの両国橋下の小瀬川でひな流しが行われました。手作りのひな人形を川へ流し、子どもたちの健康と幸福を願うひな流し。大竹市青少年育成市民会議がおよそ40年前から行っている大竹市の伝統行事です。会場では誰でも気軽に参加してもらいたいと、流しびなを作るコーナーが設けられました。手作りのひな人形を藁で編んだ三田藁に乗せ、菜の花や桜で飾り付けをして完成です。この日は広島市や大竹市、岩国市から多くの参加者が集まり、流しびなにそれぞれの思いを込めて川に流しました。毎年小瀬川流域の4カ所で行われているひな流しに、今年はおよそ1000人が参加。子どもから大人まで幅広い年齢の皆さんが毎年楽しみにしている行事として地域に根付いています。家族みんなで幸せになれるようにお願いしました。大きくなりますように。大きくなったなと、このまま元気に大きく育ってくれたらいいなと思って。また大竹市青少年育成市民会議の皆さんがうどんを販売、参加者の冷えた体を温めました。今年も多くの皆さんが参加したひな流し、これからも大竹市の伝統行事として開催していくということです。